さがらコーチチャンネル。はい、どうも、日々これ編集、さがらコーチです。僕って一番言う独り言、勘弁してくれ、じゃないですか。今回そんなことはどうでもいいんですが、最近投稿した動画が、初めて収益化審査に落ちましたので、このお話をしようと思います。今回、広告を出すに値しない動画と判定された動画が、こちら、テロリストが学校に侵入してくる妄想あるある WWW。なんですが、おそらくタイトルのテロリストというワードが引っかかったものと思われます。 YouTube は自動で収益化に値する動画か判定するために、おそらく常に検知できる仕組みが走っているものと思われますので、一番検知されやすいであろうタイトルにテロリストというワードを使い、サムネイルにもテロリストと書き、テロリストの写真を使ったことが失敗でした。最近はじめ社長さんがエロというワードで規制されないように、エロのロを漢字の口で代用したことが思い出されます。さて、私の動画ですが、さすがは Google で、動画を上げてから1分後にはすでに規制されておりました。実は私はその後、全く同じ内容の動画を、タイトルをテロリストから不審者に変えて投稿し直したんですが、初めは収益審査に通ったマークがついて喜んでおりましたが、またすぐに規制されました。そしてさらに、TikTok にも同じ動画を投稿したところ、一瞬で規制され削除されました。私はその後、YouTube に再審査を依頼すると、なんと広告がつきました。動画内でテロリストと言っているにもかかわらず審査に通りましたので、今後は何度言っても安心ですね。まあ、危険を回避するために、今回の動画のテロップは全てカタカナのロが口なんですけれどもね。